こんにちは、楓です。そして岩本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日もですね、いつも通り岩本論やっていきたいんですけれども、はい、岩本論に入っていく前にですね、一、はい、つお知らせがありまして、はい、なんとこの度、裏岩本論の動画が販売することになりました。岩本論とは何って思うと思うんですけれども、はい、普段ね、岩本コーチが岩本論をたくさん教えてもらってるとは思うんですけれども、はい、その他にも皆さんは結構いろんなレッスン動画を見てたりとか、はい、私とかテレビでもね、今レッスンいろいろあると思うんですけれども、それをね、入れすぎてしまっているからこそ分からなくなってしまっている部分ってあると思うんですよ、はい、なんか一人で練習しててもなかなか100が切れないというそんなあなたに向けて、はい、岩本コーチが裏ということで、はい、普段の岩本論では教えてくれないことですね。岩本コーチってあんまりこれやっちゃいけないよとか、はい、あれはおすすめしないよっていうネガティブなことってあんまり言わないと思うんですけども、はいはい、今回撮影したね、はい、裏岩本論ではこれはやらないでっていうのも教えてくれていますし、はい、初回の1本目ではですね、ダフルトトップを直すには〇〇っていうものがありまして、はいはい、私も本当にこれをやっただけで、はい、ミート率格段にアップする、はいはい、練習法を教えていただきましたので、本当に普段の岩本論では言ってないところまでかなり深掘ってくれて教えてくれているので、はい、ぜひこれはね、岩本論信者の皆さんは絶対にあのコメント欄と概要欄の方から URL 飛んでいただいて、はい、岩本論1本目ぜひご購入ください。岩本コーチからもおすすめポイントを教えてください、はい、そうですね、まあ、ゴルフって基本が大切なんですけれども、うん、何かこうやらなければならない、ゴルフは何々しなければならない、はい、っていうのがいっぱいいっぱい、はい、でも逆に言うとこれをしなければこうなりますよ、ちょっと逆の発想で皆さんに、はい、お伝えをしていますので、そっか、じゃあ否定じゃなくて実は肯定みたいな、肯定なんですよね。へー、じゃあ本当に考え方を変えるだけで皆さんのゴルフもガラッと変わると思いますので、はい、ぜひ皆さんご購入いただいて、そしてあの購入いただいた方にしかあの見れないコンテンツになっていますので、はい、ちょっと皆さんから抜け駆けをして、はいはい、こっそり上手くなりたいという方にもね、とってもおすすめです。はい、そして今日からですね、動画が販売になるんですけれども、はい、1週間ごとに全部3本立てになっているんですね、はい、もうこれ回を増すごとに皆さんの理解力も大変上がっていただくと思いますし、はい、全部合わせるともう最強の岩本論になるようにできているので、はい、皆さんぜひ3週連続3本セットでお買い求めください。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくね。はい、ということでここからは岩本論、はい、岩本論入っていきたいんですけれども、はい、今日はですね、私の大好きで、はい、一番憧れてる先輩を連れてきました。はい、はい、あの私のね、100切り試験も残り50日になったんですよ、うん、あ、そうですね、はい、ここで私が一番、ま、身近な、はい、この人になれたら100切り試験いけるだろうっていう人を、はい、目標の人、はい、連れてきたので、はい、ここで岩本論を一緒にやっていきたいなと思っております、はい、それでは入っていただきましょう。どうぞありがとうございます。皆さんこんにちは、高橋芳美です。ちょっとすごい、はい、ハードル上げられたんですけどいやでもね、多分今の紹介で皆さん気づいてくれたとは思うんですけれども、はい、まあ、はい、ウームゴルフね、いろんなプロの方に来ていただいたりはするんですけれども、はい、やっぱ私にとって一番追いかけてる人、追いかけ、いつか追い越したい人みたいな今の感じでやっぱトシミンといえば、はい、約2年前ですかね、はい、あの白 T から80ギリ試験もすごいやっていて、して切れてないんです、ね、いやいやいや、すごい、そのチャレンジできる実力があるってことですよね。チャレンジしました、はい、身近であの私からすると女性で白 T から回ってどうっていうのってあんまりないじゃないですか、はい、あ、やっぱそういう意味では飛距離だったりとか、うん、まあ、スイング自体も、うん、トシミンっていうのをずっと私を見てやってきてたので、はいはい、山本コーチも、うん、トシミンのレッスンはちょうど2年ぶりですね。そうです、はい、はい、一度見ていただきます、はいはい、とはいえあのとしみん、はい、今年の、はいはい、あの春にね、ご出産をされまして、はい、改めておめでとうございます、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ゴルフは知ってますか？あのね、月1回ぐらい、あ、そうなんです、ちょっとやってて頑張って行ってるんですけども、練習が全然できてないので、うん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 、
もう先輩と言われながら今日はレッスンしに来たぐらいの感じなんですけど。そうですよね。そうなんですよ。ロシミン自身も今は悩みはあるんですか？はい、もう悩みしかないですね。あ、そうですね。そう。でもね、やってない、やって、やられてないので、はい、悩みさえまだね、まとまってないかもしれないし、はい、なんでも前と明らかになんか打ってる感覚は違うんですよ。そうなんですよ。なんで今日はちょっと、はい、ね、先輩としていいところ見せたいと思いながらも、うん、ちょっとコーチにちょっと、ね、ちょっと、ちょっと、はい、はい、あとはやっぱり私とトシミを比較してもらった時に、うん、まあ、どこが真似した方がいいよとか、うん、ここがあるからトシミはいいよねっていうポイントとかも見つけてもらいたいですし、はい、そこを踏まえて私が何をしたらいいか、トシミはもっと何をしたらいいかっていうのを見つけてもらえると、かなりいいイオントロになるんじゃないかなと、はい、緊張してきた。でもなんか女性3人ってやっぱあんまないからいいですね。なんかね、久しぶりなんかねってか、私出るのが久々なんですけどそうか、常に今新鮮です。新鮮、はい、どうですか、絵は華やかでしょうか、はい、いい色のことになってますか。はい、ということでここからはまずはドライバーからですね、はい、はい、やっていってちょっと比較をしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずトシミンのいつも通りのスイングからお願いします。はい、はい、お願いします。ちょっと久々に見る方は私のスイングにびっくりするかもしれないんですけど、結構多分違う気がします。振ってみますね。はい。ちょっと低く出た。うんうんうん。クラブスピード 37.2 ですよ。え、嘘え、嘘、すごい。あ、振ってないですよ、今の。結構自分の中でゆったりっていう感じ。ゆったりです。今私力の入れ方がお忘れちゃって、多分すごいオーバースイングになってるんです。でもめちゃめちゃ綺麗な軌道で入ってる。すごい。もう一回いきます。はい、あ、ちょっと左に 37.1。 なんだ、トシミ37あるじゃないですかあるじゃないですか。振ってないよ。195。すごい、練習ボールで。わあ、ナイスー。これですね、こういうめっちゃいい球、うん、あ、今のだとクラブスピードは 36.2 です、うん、多分普段こんな感じです今、うん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 、なんだろう、自分的にはもうふにゃふにゃになっちゃって、うん、出産後でもね、197ヤード飛んでます。飛んでます。うん、練習ボールで、なんていうんですかね、前は結構いろんなところに力入れてたんですよ、うん、お腹に力入れてどしっと構えてみたいな、うん、でちゃんとここ隙間作ってみたいなのやってたんですけど、はい、今それをやると全部左に行っちゃうので、あ、結構ふにゃっとどこにも力入れてないです。お、体全部で打ってるみたいな感じ。なんていうんです、回転だけで打ってる感じで、はいはい、だから意識してることは正直言うと顔残すこと以外あんまり考えてなくて、そしたら動画撮ると全部すごいオーバースイングになってて、これいいのか悪いのかっていう。ただ気をつけると全部左行っちゃうんですよ、はいはい、ちょっと振りに行ったスイング。振りに…わかりました。いつも今やってるスイングと今ちょっと前の意識で、お、早っ。こういうイメージです、私は。左に 37.8。 これが出てる。これが私の前のイメージのスイングなんですけど、あのちゃんと止めて下半身で踏ん張って、はいはい、お腹に力入れて、でちょっと当たるときはちゃんと頭が後ろにこうなって、ただそれだと全部左に行っちゃうので。なるほど。力入れられないんです。速くしようとするときは、はい、下半身ちょっとジャンプするんです、うんうん、軽くなんですけど、うん、ドライバーは軽くこういう癖があるんですよ、はい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 、前は、はい、今はそれやっちゃうも怖いので、あ、本当にふにゃーってそれが果たしていいのか、このもうなんか見えるんですよ、ここからヘッドが出てるのが、はいはいはい、それってあんまり良くないイメージがあったんですけど、はい、それもちょっとどうなのかなっていう。おっでもね、本当にイメージ通りね、うん、はい、スイングスピードは出てましたね。その振りに行った時に 37.8 が出てるので、振ると出てるんです。そうな、振ると出るんですけど、
まあ、ふにゃふにゃに感じるってことは、はい、自分のこの一番力が入るっていう芯が見つけられてないっていう感じですよね、うん、きっとね。多分ふにゃふにゃに感じるっていうことは、ヘッドスピードを走らせるとかバランスを取るっていうと、どこかこう芯ができてないと、あの自分のバランスを整えられないじゃないですか。なので多分そこが見つけられてないので今ふにゃふにゃに感じるんじゃないかなと、はい、ですごくとしみんのいいところっていうのは何かって言ったら、ヘッドから行かないでちゃんと下半身の腰からテイクバックが始まってるんですね、はい、そこがすごくいいところで、で今その一番いいところを最大限に発揮しようとすると、少し、前後の重心の位置ですね、あのよくこれみんな左右って言ってしまうんですけど、前後のこの動きこの動きってやって、右前にした時にこうクロスするってなかなか難しい動きなんですね。ってことは回転をしようと思った時に足の裏で言うとかかとに体重が乗りすぎてしまうので、ここが今クロスをしてしまってるのか。あ、前だとこんな行かない、行かない、はい、後ろだ、あ確かに、でもこうだとこう行きますね、はい、今それが一番最大限にこうとしみんのいいところでもあるので、そのいいところの足の裏で言うとどこに乗ってくるかっていうのをピタッと見つけられると、このクロスは上半身で直さなくても直ってくると思う。本当ですか、はい、そうこっちの動きを気にしちゃうと思うんですけど、なんか脇開けすぎかなみたいな、この肘がちゃんとできてないのかなとか思ってたんですけど、はいはい、あでも確かに今言われてすごい分かりました、つま先とかかとので、かかとので、はいはい、振りに行く時のこの腰、うん、と腰を回転する時にどう回転してますか、うん、そっちですよね。そうですね。こうですよね、はい。そうすると手が今、はい、外から来てる分、うん、フェースが閉じてきてるだけで、うん、これも同じで、うん、まあ、左のよく壁って言うんですけど、はい、この位置のままグッとやると上半身が外から来てしまうので、アウトに、はい、こう持ってこようとすると、まあまあ外から来づらくなる。え？いいですか、ちょっと。はい、どうぞどうぞ。こういうことですよね。そうですそうです。はいはい、そういうことです。私は今こう上げて腰で頑張って切ろうとしてるからこう来てるってことですね。そうですそうです。これをこうする。そうです。あで、はい、ちょっとジャンプしてるんですよ。ちょっとジャンプ。うっすらしてます。うっすら。はい、そこも、うん、このジャンプが腰がこうなっちゃうと、はい、こうジャンプして抜けちゃうんですけど、この位置で前後で、うん、この位置でジャンプできれば自然に左の壁ができてくる。そこです。あそこです。あ意識はじゃあここを踏み込む感じのジャンプ。そうです。あだジャンプしちゃっていいです。はあしていいんですか。していいです。あのフォローで一番いいところっていうのはジャンプしてることを活かした方がいいので、ジャンプ全然しちゃっていいです。ただこの腰があの前の重心がなくてこうやってやるのでどうしても外から来ちゃう。うん、前の重心があってでくると自然にインサイドになってくるので、この状態のまま、足の裏で言うとこの重心ですね、大げさに言うとこの重心があるのとないのでは、ないバージョンはこの腰からでジャンプしちゃうので開くこともできるし、だからちょっとゴロが出るのは開いてるんですね。でちょっと引っ掛けるのは閉じてるんですね。で、低いボールか引っ掛けが出てきます。でこれを前の重心にしていこうとすると、前に乗りながらこれってできないですよね。本当だ。自然にここから来ます。そしてとしみんの一番いいジャンプの動きをここで入れてあげることによってフィニッシュ綺麗にバランスが取れてくるということです。今ふにゃふにゃ産後のふにゃふにゃスイングはそんなにそこまで引っ掛けない。ないでも力を入れることによって左に行ってしまうっていうのは、はい、ここがすごく関係する。あだ今、産後のふにゃふにゃっておっしゃってますけどその時っていうのは、綺麗に行く時ってどこにも力が入ってないので、はい、同じスピードでこうやって行けてるんですね。そういう感覚あるかもしれない、はいはい、そうすると
ジャンプするっていうよりも若干こう、うん、そうですそうです沈む感じ、そうですそうですそうです、そうです、うん、にすると一定のスイングスピードが走っていくので、はい、あんまり曲がらないんです、はい、だからヘッドスピードが37、38ぐらいに ならなくても35、6ぐらいで飛距離は、はい、そうですそうです、はい、それもミート率もいいので、そうです、フェイスもカウンもしないし全部見透かされてます、はい、ただやっぱり前の飛距離の方がやっぱりドライバーってやっぱ飛ばしたら気持ちいいじゃないですか、はいはい、でやっぱりちょっと前の感じに戻しつつまっすぐ行けるのが一番理想なので、はい、元に戻しましょう、戻しましょう、戻しましょう、はい、強気にないと速くならないよなって言って、うん、ちょっとカットに入っちゃうとしたら結構いますよね、はい、だヘッドスピードを走らせるって、ちょっと失礼します、ヘッドスピードを走らせるってこのクラブをこう速くするんじゃなくて、この位置のままで一瞬下がってくると速くなってくるので、なんかこうヘッドスピード走らせるイコール上半身ではあんまりないかな、ありがとうございます、だからすごくジャンプするっていう動きはトシミン飛ぶっていう要素をもう最大限に活かしてると思うので、そこもすごくいいところです。だけどフニャフニャスイングの時はジャンプしてないの、はい、乗ってそうです、そうです、うん、右乗って顔残したまま左乗って、でこれ以外何も考えてない、でも前のスイングはちゃんと蹴ってるの、こうやって、あ、そこが一番違うの、そう、蹴ってちゃんともうちょっと沈んでる、うん、でジャンプしてるっていう私のイメージだったんです、はい、はい、記憶では、はいはい、すごくいい動きです、あ、本当ですか、やっぱりそうやって飛ばしてたんだなっていうのが分かります、あ、はい、ちょっと一回、この辺りから1、2、1、2でバランスをゆっくりでいいので、これはアプローチでやったことあるんですけど、あります、ドライバーは、はい、1、2、1、2、1、そうです、そうです、で芯動かないですよね、動けないですよね、はい、動けないです、はい、よろけてないです、イメージとして私は今こうしてるから、はい、これをこうしてジャンプはしていい、はい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 、そういうことね、そうです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 、ちょっと触れてきた、ちょっとだけ足前出していいですか、はい、ちょっとだけ足前出してください、ちょっとだけ前に出していいですか、はい、すいません、やってみます、おお、おお、ナイス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 、私今当たり悪かったです、え、嘘、はい、ね、ちょっとヒールですよね、37.6、うん、私曲がりが現役じゃないですか、当たり悪かったですよ、超まっすぐ、いつもの球じゃなくてなんかちょっと吹き上げる球だった、ちょっと、え、上手い人に見えるぞ、え、こうして、おお、待って、あのまず巻き玉が出なくなりました、はい、一瞬で、これもちょっと先端です、はい、すごい、37.3、うわ、すごい、待って、そう、今そんな振ってないですよ、球の強さが違う、すごい、そんなに、え、これでふにゃふにゃ治るの、治る、あらま、うわ、待って、オッケー、球が全然違う、これちょっとだけ戻してみてください、はい、37.8 ですよ、やばい、すごい、振っていいっていう自信があるから速いのか、はい、なんで速いんですか、すごく細かい説明をすると、はい、こうして腰が前に来ることによって右腰っていけないんですね、なので右腰が下にしたまんまこう切り返しのダウンスイングを迎える、ダウンスイング低いところを迎えたとこから一気にこうやっていくので、少しアッパーみたいな形で加速をしていくと、ちょっと引っかかってたのは何かって言ったら、少しバックスイングこう引いてます、トシミのいいところで引いてたんだけど、引きすぎてたところで急激にこうやって戻そうとすると少し腰が外から前に出てくる、前に出てくるとどういうことになるかって言ったら、手の位置が本来だったらここで飛んでた時は持ってきてたのが浮いてくるので、フェースが開くか当てにいくかをしなきゃいけない、うん、じゃあこれをやることによって私がこうしてたものも改善されて、ちゃんとここで触れてるってことですか、うん、そうです無意識のうちにそれができるようになって、はい、じゃあこれ一つで私の癖何個も直してるんですね、何個も直してる、はい、何個も直してる
でもう一つクロスの悩みっていうのはやっぱりこう腰がどんどんこうなっているので 1,2 回パンパンってやると多分さっき足踏みしようとすると先にこうこう手がいっちゃってるのでこの股関節、はい、乗りに行くような感じ、はい、にすると多分ピタッて止まると思うのでこの右も一回やってみてください。今ちょっと左の意識しかしてなかったけど、はい、こうしてこうそうですで足入れてこう、はい、そうあでその時に膝がちょっと曲がってるんですね膝を曲げると動きます。膝を伸ばしていくと上半身がもっと回るようになってくるので、はいはいはい、ちょっと左だけ、はい、こうはいこうその時に、はい、ここで、うん、この膝伸ばせます。伸ばす、あそう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 、あそうすると自然にあもう少し行きやすい。もう行かない、はい、でも この位置で曲げることによって少し、ま、あの上半身ブロックされてたものが、はい、この位置でこうやってするともう少しこうスーッと、そうです、ちゃんとこのここに乗ってるんじゃなくて、はい、ただ足にこうやって体重乗せただけの、はい、そういうことです。こうやってたしてたものがちゃんとこうなってたっていう、はい、あ、はあ、ちなみにこれもしかしてチーピンや癖ある人はみんな使える？使えますね、あ、はい、でチーピン癖がある人は多分なかなか前に乗れないです。こう多分こう前、はい、前乗るとこういう感じになってくると思うんです、うん、これいいこと聞きました。いいこと聞きました。 37.8 だよ。すごい。いや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 、いいものがすごいいっぱいやっぱりある。でもすぐ楓ちゃんに越されそうなので頑張って振っていきたいと思います。さすがでした、としみんも。いや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 、スピードは健在だし、うん、まだまだですね、アイアンとフェアウェイウッドというものがありまして、はい、ありますね。私もありますね。これもまた、まあ、ドライバーは飛距離って分かりやすいものがあると思うんですけど、うん、やっぱりアイアンとフェアウェイウッドはもう精度になるじゃないですか。そうですね、うん、私はもう試験になったら、うん、もう100点のショットよりもとにかく赤点を取らないことを大事にしていきたいので、うんうん、やっぱそれはやっぱとしみん先輩から習いたいところがあると思いますし、としみんも久しぶりのレッスンということで、はい、ちょっとねカメラの前でまたスイングしていただいて、はい、レッスンもお願いしたいと思います、はい、ということでコメントお待ちしてます。本日もありがとうございました。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらだよ。また見てねー。